ライトスタッフね。コンフィグ。ノーマルか。ノーマルでいいか。お、始まった。これデモ画面ないんですね。デモ画面つうか、ビジュアルがないんですね。あ、いいですね。なんかこういう感じのシューティングね、好きですよ。ライトスタッフってそんなにね、有名なゲームメーカーじゃないんですけどね。まあね、横スクロールショーティングって結構好きですからね。あ、食らった。ダメージを受けましたね、今ね。体力ゲージ制なんですね、このゲームはね。すごいな、パープが。結構派手ですね。食らった。ダメージを受けるとちょっとやっぱりね、パワーアップが弱くなるっていうかね。すごいですね、敵が結構。ああ、死んだ。あれ？なんで死んだ、今。今、なんで死んだかわからんかった、今の一件は。なんか、キノコみたいですね。いや、これはいいっすね。なかなか面白いですね。やばいやばい。結構弾が多かったの、今。ボスか？あ、ああ！ボス戦ですね、これね。なんでしょうね、これ。なんかよくわからない生き物って感じがしますが。あ、死んだ。ああ、ゲームオーバーや。コンティニューしましょうか。これもしかして最初から？あ、最初からっぽいな、なんか。
ボスまで行ったけども、最初からになっちゃった。ね、少々音量がちっちゃい感じするんですけども、ちょっと今このテレビね、一応音量最大にしてるんですよね。最大でこれなんでね、ちょっとどうしようもないです。それはこのテレビはね、あのもともとね、そのテレビじゃないんですよね、これね。あの反則、お店とかの反則線のね、反則モニター用テレビなんでね、音量ちっちゃいんですよ。敵って生物的な感じですよね。このキノコみたいなやつもそうですしね、生物的ななんか敵が多いですね。うわ、弾が多い。あー、やられた。テラフォーミングって火星移住とかそういう意味じゃなかったっけな。確かね、火星、一応地球もね、火星移住計画っていうのが結構ね、あるんですけども、 NASA でね、 NASA が火星移住計画っていうのをね、一応ね、やってる、考えているんですけど、確かティラフォーミングってそういう意味だったと思うんですよね。違ったかな。なんかそんなような意味だったような気がします。ティラフォーミングって火星に関係する、なんかそういう、あー、やられた。難しいねこれ。ボスまで行きましたけど、あー、また死んだ。ボスの手前でやられてるし、これあれかな、全然進まないですね。これ火星の話なのかな。これでゲームオーバーになったらやめますね。いや、爽快感がすごいありますね、これね。ライトスタッフって言ったら、昔挑戦した対戦格闘ゲームのね、スーパーファミコンのバトルタイクーンとかね、あと PC エンジンのフラッシュハイダースと同じメーカーじゃないかな、違ったかな。あれもライトスタッフじゃなかったっけ。そうだったような気がするけどね。Thank you.
危ね。せめてボス戦までに死なずに行きたいですね、なるべくならね。おお、怖い、食らった。あ、ボスも行きましたね。今回は死んでないですよ。あー、死んだ。これの方がいいのかな。斜めから攻撃してくれるから。うん、当たってるっぽいですね、音がね。お、ほつれてきた。なんか脳みそみたいなのが見える。あ、これ多分脳ですね。あ、崩れていってる。あ、目が見える。目が結構気持ち悪い敵ですね。あ、倒したっぽい。一面クリアですね。はい、二面ですね。あ、火山っぽい。爆発してるのか、火山が。これ噴火してるんですよね、これね。この誘導のやついいですね、これね。便利ですね、この。あー、なくなっちゃった、誘導のやつ。あんまりアイテム取るとね、弱くなるもんな。あ、やられた。あ、敵多いな。うわ、あ、やられた。うわ、むずい。
一気に残機減った。あ、死んだ、また。うわ、むず。急に難しくなってる、これ。火山噴火地帯ですね、これ。はい。終わります。